先日ディズニーランドで JCB ザクラスの特典である JCB ラウンジ利用してきましたので、まあその体験とかその辺のレポートをちょっとしてみたいと思います。ただちょっと残念ながら JCB ラウンジの中は写真とか動画の撮影というのがまあできるんですけども、まあこういった SNS とかにアップすることがちょっと NG ということだったので、まあできるだけちょっと言葉で説明するような形になりますけども、まあ紹介してみたいと思います。いつもはね無機質なちょっと感じなんですけど、今日はポテトヘッドと一緒に紹介したいと思います。でまずはちょっとディズニーランドで撮ったオープニングの動画ありますので、そちらをちょっと見ていただければと思います。はい、ディズニーランドに来ました。この後、まあ、JCB ラウンジ予約してますので、実際に中入ってみてちょっとレポートしてみたいと思います。で中の映像は撮れないみたいなので、まあ、ちょっと写真とかもあるかわかんないんですけど、まあ、中の様子伝えられればいいかなと思います。今日コロナの影響でやっぱ入場制限かかってるみたいで、やっぱりすごく人が少ないので、まあ一回入った身としては結構快適そうです。はい、ということで、まあ、JCB ラウンジ行ってきました。で今回予約は、2時ぐらいの予約で行ったんですけども、まあ、事前に JCB ザクラスの会員専用サイトから予約することができて、で以前は電話でなんか予約する仕組みだったらしいんですけど、まあ、最近ちょっとネットに変わったみたいで、まあ、ネットの方がなんかスムーズで、なんか何人で行きますかとか、あとは、JCB ラウンジを使った後に、その、スターツアーズの、まあ、併設されてるんですけども、まあ、スターツアーズに一番先頭で並ぶことができるという特典があるんですけども、まあ、例えば小さいお子様連れで、一緒に行けない時とかは、親が交代交代で行けるっていうサービスもあって、そういうのも選べたりするんですよね。で、今回はまあ 2時に行って、で、実際行ったんですけども、まあ、ちょっと私たち初めてだったので、まあ、スターツアーズのスタッフに聞くと、なんかこう、すごい行列がある中で、まあ、こちらですって言って、こう、ゲートを開けて入れてくれて、でそこになんかこう、インターホンがあって、でそこで、なんかこう、インターホンを押すと、スタッフの方が迎えに来てくれて、で、案内してくれるというような形でした。で、やっぱりなんかこう、かなり裏口から入っていくっていうような形で、で、しかもこう、普段、なんかこう、スタッフとは、全然違う、ラウンジ専用の女性のスタッフの方がいらっしゃって、すごく丁寧な、対応されていらっしゃって、すごくこうビップ感あるというか、やっぱそういう対応でした。で実際部屋に入るとまあ、4人掛けのゆっくりとしたこうホテルにあるようなソファーが、全部で8か 10セットぐらいあって、であとはプレイルームとか、まあ、お手洗いがあったりとか、まあ、そういった空間になっています。で、まあ、入り口にちょっとこうスターウォーズのグッズがちょっと置いてあったりとか、まあ、そういった空間ですね。で着くと、まあ、飲み物とかをいただけるんですけども、まあ、今回はアイスコーヒーとオレンジジュースとお茶っていう形で、まあ、3つから選ぶという感じで、で今ちょっとコロナの影響で、まあ、紙パックでの提供っていうことでした。でやっぱコロナの影響ってもう一つあったのが、その本来はチャイルドルームっていうか、その子供が遊ぶスペースがあるんですけど、そこで遊べたりとか、あとは多分飲み物もなんかちょっと違うやり方で提供されてるらしいんですけども、まあ、そのあたりがちょっと NG だったりとか、あと写真の撮影のお手伝いとかもちょっとできないということで、まあいろいろとサービスは制限されてるようでしたけども、まあちょっとコロナじゃない時にもう一回行ってみたいなとは思います。で、実際こうサービスを使った感想っていう意味で言うと、何ですかね、やっぱりそのサービスの空間とか飲み物とかのサービスっていう意味では、まあそこまでなんかこうすごいなっていう感じではなかったんですけど、やっぱりこう行列がある中で自分選ばれた人しか入れないみたいな、こういうなんかVIP感というか、そういう優越感みたいなのを感じるっていう意味ではすごく良かったのかなと思います。まあ、要するにVIP ルームっていうことですよね。なのでそういうのに結構優越感を感じるっていう意味では、この JCB ザクラスのラウンジってすごくありだなっていうふうに思います。で実際に、利用としては30分単位の予約なんですけど、やっぱ30分間が利用の上限という形になっていて、で30分過ぎるとこう案内してくれるというような形になります。で案内するとスターツアーズの先頭にこう並ばせてくれるので、まあ、そういった部分でも、まあ、ちょっと少し優越感があるというような形でしょうか。で、まあ、乗れない、スターターズに乗れない子供がいる場合は、親が交代交代で行けるんですけども、まあ、一人が先に乗って、で、その後、もう一人は紙を渡されて、チケットを。で、まあ、外で待機して、で、もう一人の親が来たら、まあ、自分がファストパスで入るっていうような形になります。で、入るのはファストパスと同じレーンになっていて、で今回ファストパスちょうどやってないタイミングだったんですけど、ファストパスレーンを使っていくっていう部分で、まあそういう意味でも少しね、ちょっとこう、まあ、何ですかね、まあ、ファストパスと同じ優越感ですかね。やっぱそれなんかあるかなと思いました。はい。
で、まあ、今回ちょっと言って思ったのが、まあ、優越感っていうのもそうですけど、やっぱりなんかこう JCビザクラスっていうカードを使って、そういったこうなんかちょっと非日常的なサービスが受けられるっていう意味ではすごく価値があるサービスだなと思いましたので、まあ、なんかこう JCビザクラス持ったらぜひ使ってみたいサービスだなっていうふうには思います。で、JCビザクラスのラウンジサービスってあのディズニーシーにも あるということなので、ちょっとそっちも行ってみたいんですけども、まあちょっとなかなかね、今コロナの影響でなかなかちょっとチケットもうまく取りづらいっていうのもあって、ちょっとまだ行けてないんですけども、まあそのうちちょっと使ってみたいなっていうふうに思います。で、あと JCビザクラスのサービスでいうと、ディズニーのアンバサダーホテルとかミラコスタの予約スイートルームが優待価格で取れるっていう特典があって、まあ、20% オフとか最大 40% オフぐらいで取れるっていうサービスもあるんですけど、まあ直近のなんか予約どれぐらい取れるのかなと思ってみたら、もう全然埋まっていて、5、6ヶ月先まで埋まってるんで、ちょっとねディズニーのファンの方が見てたらそんな当たり前だよっていうかもしれないんですけど、結構ね私としてはなんかびっくりですよね。やっぱり結構高いはずなので、まあそのあたりが全部人気っていうところはやっぱりディズニーの根強い人気さをこうなんか感じました。で、ちょうど行った時期ね、パレードとかもほとんどやってなくて、なんか短いちょっとショーが1、2個あっただけだったので、またねちょっと落ち着いているサービスが戻ったらまた行ってみたいなと思いました。で、最後にちょっとディズニーランドで撮ったクローズの動画ありますので、そちらをご覧いただき最後にお別れしたいと思います。はい、だいぶ夜になってしまいましたけど、 JCB ラウンジ行ってきました。まあ結構なんですかね、閉鎖された空間で1回の時間帯で3組入れるみたいなんですけども、まあなんかやっぱりかなり VIP 感はありましたね。他の並んでる方を差し置いてこう中に入ることができる。で、さらに乗る時も先頭で入るということで、まあ、すごくいい体験でした。はい、ということで、今日は終わりにしたいと思います。